ソエットミュージックビジュアルをご覧の皆さん、はじめまして。はじめまして、ディエルジェールです。ボーカルのハヤトです。ギターのユウヤです。ギターのショウです。ベースのナツキです。ドラムのバルです。ギターのユウヤです。ギターのユウヤです。どうも、はじめまして。はじめましてですね。なんと今日6月11日、我々のニューシングル、はい、アイオライトがリリースされました。よっ、まったね。素晴らしい楽曲になってると思うんですが、はい、聞きどころなんかをお聞かせ願えればなと思うんですが、ギターの姉ちゃんどうですかね。聞きどころですか。はい、あんま考えたかったですけど。考えたかったですか。じゃあしゅんさんどうぞ。あ、お願いします。考えたかったですね。本当ですか。なつきさんどうですか。考えたかったですか。考えたかったですね。バルさんどうですか。1分42秒じゃない。1分42秒、うん、のところがもうグッとくる。グッとくる。1分42秒のところ。あれだ、これのとこだ。あ、そこ。ドゥルル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 。いいですか。そこじゃ、分かった。マラカスですね、はい、それを聴いていただけたらなと思います。あのフルアルバムを出してからね、あの久しぶり のシングルということで、うん、かなりあの挑戦的な面白い楽曲になってると思うんで、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、じゃあもう行きましょうか。じゃあバルさんが言って、はい、はい、最近見てしまう。僕はメザニューですね。メザニュー。朝早いですね、朝になって、はい、あのアナウンサーに癒されます。うん、なるほど、なるほど。はい、メザニュー。これから休みの中です。なるほど。じゃあ、どうですか、夏木さん。分かんないです。いつもついてます、テレビが。あ、テレビっ子ですからね。常についてるんですね。ニュースとか、ちょっと最近見るようにしました。あ、ニュースね。素晴らしい、いいことですね。しゅんさん。私、テレビが嫌いです。あ、そうですか。見ない人ですか。1ヶ月に1時間くらいですね。ああ、はい、僕も本来あのケーブルテレビ派なんですよ。ああ、そうです。 AXN さんとかね、見て向こうのあのイカれたアニメを見るんですけど、シンプソンズってこんな話だったんだなって、ゲーってびっくりしながら見たりとかね。ここじゃ言えないぐらい。そうですね、サウスパークとかね、ああいうちょっとね、様子がおかしいアニメが好きですけど、ゆうちゃんどうですか。僕はですね、はい、最近テレビが壊れてるんで、はい、アンセグで携帯で見てるんですけど、あんまり見ないですね。だけどたまにつけると海外ドラマがやってるんですけど、途中からなんで全然見分かんないですよね。ジャック・バウアーがあのやっぱりいつも必死なんですよ。でもなんで必死かわからない。なんでなのかわかんないよね、はい、家族のためには何でもやる男らしいですよ ね、 ですね、はい、怖いですね。怖いですね。そんな感じですね。よだれ助けてください。ゆうじゅうでした。